はい、僕の夏休み4、瀬戸内少年探偵団僕と秘密の地図やりますか。いや、なんか毎年この時期になるとやってるんですけど、僕夏3と4どっちやろうかなってずっと悩んでて、で4がね、このタイトルにもありますけど瀬戸内らしいんですよ。で僕広島出身なんで、あー瀬戸内いいじゃんっていうことで瀬戸内の方やりたいなと思ったんで、はい、4をねやろうかなと思います。まあちょっとナンバリング的にはもう順番めちゃくちゃなんですけどまあもうやりたいやつやったろかいということで、はい、じゃあまあ早速やっていきますか。日記帳に名前を書きましょう。あ、いつもの、あ、絵日記がスケッチブックになってる。いつも絵日記帳だったのにな。4年2組、俺リアルに4年2組だったから4年2組のまあランタでいきますか、毎年恒例。なんかこの4ね、今までの僕夏と違って結構明るい感じの雰囲気らしくて、そうで、ランタの性格もね今までと結構違うらしいんですよ。その辺も楽しみですね。子供の頃、列車の車窓から見える風景が好きだった。あ、ダンカンじゃなくなっている。今回のランタはイケボになるんだな、大人になった時に。おしゃれ、髪型が。どこに行くの？お、ねえ僕。おい、どこに行くの？聞かれてるぞ。なんとか会。あ、瀬戸内海な。うん、いいね。一人で行ってんの？一人？うん。マジか。寂しくないの？うん。親戚が新幹線の駅まで迎えに来るんだって。一人新幹線？夏休み中ずっとあっちにいるんだ。すげえな。そっか。期待度高まるな。あれ？あれサイモンいなかった今、左端。え、渚さんか今の、じゃあもしかして。いや、なんかすげえ聞いたことある声の人だなと思ったんだけど。え、じゃない、ああ、京都、五重塔だ。あれは8月1日のことだった。おう、おすげえあ、銀ギラ銀にさりげなくだあ、もうテーマソングからして違うな、今までの僕夏とすげえアップテンポのやつ来たわ。今までのはねしっとり系だったのに全部。うわー、あー、でもすげえ瀬戸内だ、めっちゃ。え、舞台どこなんだろう。いいね。あ、これはこれでいいな、なんかテンション上がる感じだな。あー、今までのなんかしっとりした夏の感じじゃなくて、こういうキラキラした感じの夏なんだろうな多分。でもこの写真相変わらずいい感じだな。猫いるな、尾道かな、猫いるってことはね。尾道猫多いんだもんね普通に。広島だとしたら尾道、あ、ダンカンいるじゃん声援ダンカンいるじゃん、ちゃんと。おー、あ、マジでなんかもうオープニングから違うな雰囲気が。あ、寝とる。ねえ君、あ、なに、なんとか帰って言ってたけど寝てて大丈夫？これサイモンだね。だって海だよ。お、着いたんじゃない。おー、めっちゃ見たことある景色あ、なんか詰めてる詰めてる。あ、着いた。いや、ありがとう言えよ。あれ、広、いや、サイモンじゃねえかやっぱり。あ、じゃあ絶対渚さんじゃん。おお、うわー、ファンサービス。てか広島駅じゃなさそうだな、岡山とかかな。うわー、めっちゃ綺麗なとこ。てかガードレールないのこの道路、危ねえ。塩町桟橋、小野跡駅前。あ、あ、架空の場所か、尾道的な。はい、お疲れ様。お、荷物重くない？おばちゃんだ。大丈夫。え、てか荷物少な、お前。なんだそのおしゃれ等とは。おお、あ、女の子いる。よ、謎のおっさん。よ、お前誰だ坊主。おっさんこそ誰だ坊主。おい、口悪いなお前。うちの親戚なの。
挨拶できる？いや、これおじちゃんじゃないの？え？おっさんは75号？おっさん言うな。なのにさ、名前、港の向こうに綺麗な島が見えるだろ。名前75号だって、うんうん。俺の船はこの潮町桟橋からあの島まで行くんだ。へえ。あっちの島だからあっち島。じゃあおばちゃんちは？うん。うちはこっち。昼の間だけ通れる小さな橋でここに繋がってる。あ、昼の間しか通れない。こっちの島だからこっち島。こっち島とあっち島があるんだ。あれ、女の子する？おい。声かけろよ。おお、家来た。しまなみ。おじちゃん？あ、おじちゃんいた。あれ？おばあちゃん？じゃあさっきの誰だ？何年ぶりだろうね。あー、ばあちゃんいる。ばあちゃんいるパターン初じゃない？僕全然覚えてないや。はじめまして。なんで？てか犬でか。大きくなってから初めて会ったからね。あ、そうなんだ。だから毎年夏か正月くらいはよ、一族みんな勢ぞろいさせなきゃダメって言ってんの。めっちゃいい感じの家だな。あ、お姉さんいるじゃん。おはよう。お、かわいい。おはよう。おはようございます。僕、誰？夕方に起きてきておはよう誰はねえだろ。あ、今起きたんだ。で、誰？僕は僕。出た、それわかんねえから。おじさんちの、今日だったんだ。パジャマかわいい。ね、父上、母上、歓迎会とかすんの？独特の口調だな。何もしないよ、8月の終わりまでいるんだから。あ、そうなんだ。お姉ちゃんの名前は？私？私は、漫画姉ちゃん。漫画姉ちゃん。さーて、荷物はこれでいい？あ、もう運び込まれてる。昆虫採集セットやん。わあ、うん。虫をたくさん捕まえて絵日記に書くんだ。わあ、いや僕夏のさ、絵日記を自由研究にするの。親戚のお姉ちゃんいいよ。私のことも書く？うん、いや書く書く。何でも書いていいし、毎日何枚書いてもいいって先生が言ってたんだ。あ、そうなんだ。お、誰だ？気づけた。俺の部屋で何してんの？太陽。太陽、僕くんもう来てるよ。あ、息子？息子？兄弟か、ここ。マジかよ。お、お前本当に俺の部屋で寝んの？あ、ここ太陽の部屋なんだ。最近言葉遣い悪いよ。姉ちゃんは言葉遣いが壊れてるよ。いや、姉ちゃんたまに変なこと言うな。あっちの机使わせてあげてね。減るもんじゃねえだろ。あっちの机、あ、これ姉ちゃんの机かな。もう一人いるのかな、兄弟。もう使ってるじゃん。太陽よろしく。お前の姉ちゃん可愛いな。なあ、ランタ。四角ボタンを押して、あ、絵日記書けんの、もう。へえ、あ、今回はあれか、一日の終わりに書くわけじゃないのか。あ、もう動ける感じ、これ。おお、絵日記、絵日記で、へえ、あ、こういうシステムになったんだ。あ、書ける書ける。絵日記書く、書くか。書きたいことがあるときなら、一日に何度でも書くことができます。なるほどね。書きたいことが出てきたら、すぐに絵日記を書いてみましょう。オッケー。好きなときに好きな場所で書ける。おお、うまいな。歴代ランタ全員うまい。あー、なるほど。文章もこれ変えれるんだ。ビューンと速い新幹線。光なのに風のよう。あ、ポエム。あ、ポエムがいいんじゃない？なんか。おしゃれだし、うん、ポエミーな文章にしとけ。絵うまいな。水彩画の筆使いがもう出来上がってんだけど。お前プレバト出れるってなんと才能ありだって。よし、じゃあやるか。あ、操作感が変わってる。バイオハザードじゃなくなってる。スティックで動けるわ普通に。よ、こんにちは。こんにちは。お姉ちゃんって面白い人だね。いやね、なんか面白いっていうか、変。おい、変とか言うの。俺もいつも困ってんのよ。あ、そうなんだ。え、漫画姉ちゃんっていうのは何なの？なんで漫画？まあしょうがない、部屋は勝手に使いな。あ、フルボイスじゃないとこもあるんだね、今作。人のもの盗むんじゃねえぞ。盗まねえ。いやでもどうかな、今作のランタなんかパクりそうな感じあるな。お前人のもんパクんなよ。お、出た。部屋からの景色、いやめっちゃいいとこだな。おい、太陽んちめちゃくちゃいい場所じゃん。目の前海じゃん。
これが太陽の机？太陽の机の上に超人ザザボボガンガンの人形がある。なんだその適当すぎるネーミング。あのマジンガーみたいなやつか。太陽ザザボボガンガン好きなんだ。俺も6話のザザボボガンガンがラーメン屋行くかい好き。殺すって書いてある。あ、これ姉ちゃんの部屋では。え、これ入れるかな。入ろうぜ。入って殺されようぜ。おお、入れた。あ、え、すげえ、なんかポスターめっちゃ貼ってある。あー、姉ちゃんいねえわ。え、姉ちゃんどこ行ったんだ。おお、姉ちゃんの部屋からも覗けるね、外。姉ちゃんさ、漫画好きなのかな、もしかして。だから漫画姉ちゃん。え、めっちゃなんかさ、だって名前がアルファベット3文字のアニメ系雑誌がつまる。あ、やっぱり漫画大好き漫画姉ちゃんじゃないこれ。え、なんだアルファベット3文字の雑誌。え、アニメージュとかじゃなくて。そんなあるの。こっちは誰の机なんだろう。この部屋には机が2つもあるぞ。兄弟が他にもいるのかな。なんか机めっちゃあるな、この家。ここはなんだ。あ、その押し入れは隣の長女の部屋と共用になっていて。あ、なるほど。向こう側へ通り抜けられる構造だった。へえ。秘密の通路があったんだ。いや、秘密ってほどでもないだろ。ああ、共用押し入れで、はいはい、太陽の部屋と姉ちゃんの部屋行き来できるんだ。え、じゃあ表の殺す張り紙押し入れの方にも貼っといた方がいいって姉ちゃん。ここは、あ、階段か。おお、すげえ、人んちだ。この扉はなんだ。こっち側行ってみる。あ、ここ進めね。この扉は何。あ、開いた。え、あ、トイレか。いや、扉閉めろよお前。いや、わかるけど、何成し遂げた顔してるんだ。子供の頃トイレの扉閉めるの怖いよな。わかるけどぞ。あ、漫画姉ちゃんだよね。あ、やっぱり寝た寝た、めちゃくちゃたくさん寝たよ。夕方まで寝てたの、ね、寝すぎて起きた時メイクついて開かないんだもん。あ、わかる。なんだそれ。しょうがないからまた寝ちゃったよ。すげえ寝るじゃん。あ、昼夜逆転してんのかな漫画姉ちゃん。あ、いや親近感湧くわ。漫画オタクっぽいし。あ、おばちゃん料理してる。あ、仏壇あるわ。これは誰のだ。仏壇がある。線香の灰が山盛りになっている。うん、誰の仏壇だろう。おばちゃん。おお、でけえ鍋。何作ってんだ。あ、ぼくくん、おばちゃん美味しい晩ご飯を頑張って作ってるから期待して待っててね。あー、ありがとうございます。そうだ、もしお魚を釣ってきたらおばちゃんが料理してあげるから行ってちょうだい。あ、マジで。ちっちゃいやつでもいいの。そうよ、どんなに小さくても数がたくさんあれば立派なおかずになるからね。なるほどね。釣ってからどのくらいの間なら料理してくれるの。すげえ聞くじゃん。生ものだから24時間以内かな。あ、マジか。分かったよおばちゃん。24時間以内に渡す。24時間って5日くらいだっけ。ちげえよ。1日よ。でも僕まだ釣り竿持ってないんだ。あ、確かに。そうなんだ、うちに余ってたっけな釣り竿ね。え、すごい中途半端のとこで会話終わっちゃった。おばちゃん、でも僕まだ釣り。あ、一緒か。てか小4ならもう24時間って分かんないか。分かんないか、まだ小4って。ここは何。お、あ、風呂場だ。あ、キッチンと直通なんだ。あ、歯磨きできる。あ、しとけお前、どうせ口臭いんだから。やっとけお前、どうせ磨いてねえだろ朝起きてから。あー、でももうすぐ晩ご飯か。ミスったな。食った後の方が良かったかな。あ、歯磨きカレンダー、懐かしい。あ、歯磨きカレンダーあるんだ。あ、忘れないようにしようぜ。じゃあ口くせえと姉ちゃんに嫌われる。綺麗に折りたたまれたバスタオル。これ風呂入れんのかな。どうやら今の時間は、あー、なるほど、夜かな。じゃあ夜になったら入れんのかな。歯磨きシステムあるんだ。わー、でも姉ちゃんも口臭そう。こら。
いやでもなんか今作の姉ちゃんだらしなそうだからさ。あー、ドマガール、すげえ。その辺も親近感湧くんだよな俺、漫画姉ちゃんに。ちょっとだらしない感じ。この階段は、あー、なるほど。いや、この最初のさ、人んちの家探検するところめっちゃ好きなんだよな、俺。間取り把握するの楽しい。おー、謎の部屋。誰の部屋だろう。魅惑の昭和30年代決定版、ウエスタンカーニバルロカビリースター写真集。と書かれた大きな本が置いてある。昭和30年。え、これって今何年の設定なんだろう。すげえ古い本。ご飯だよー。あ、ご飯できた、やった。なんだろう、初日のご飯。飯時は人が多いと賑やかでいいね。あ、カレーだ、やった。私は盆休みに合わせて人んちのカレー好き。みんな一緒に帰ってくるように言おうかね。あれ、姉ちゃんは大人数になんない。あれ、お姉ちゃんは。なん、漫画姉ちゃん、ね、一緒にご飯食べねえの。え、好きなことやってっから。教育上よろしくない存在だよね。あ、そうなんだ。じゃあ食べよう。いただきます。あ、いただきます。いただきます。わ、カレーうまそう。雑にかけてある感じいいね、ルーよね。あははは。わー、僕夏って感じだな、なんか。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。いいな、人んちのカレー。地方には昔水軍と言われる人々がいたんだ。どうした急に。要するに海軍とか海賊さ。村上水軍とかね。海のならず者集団だった水軍も江戸時代になって藩ができた時、その制度の中に組み込まれていったんだ。おじちゃん急にどうしたの。でそこで彼らは今までに集めた莫大な金や美術品をどこかに隠したんだ。急にめっちゃ喋るよ。わからねえ。それにしても父上は海賊の話が好きだね。あ、そうなんだ。海賊じゃない、水軍と呼び。水軍好きなんだ。おや、興味ある。あるある。いいね。水軍はこの地方の島々に財宝のありかを記した5枚の古地図を隠したんだ。へえ。何それ、初耳。お前が今まで興味を示してくれなかっただけ。え、この辺に。ねえ、その古い地図はどこにあるの。それを全部探すのが夏休みの宿題ってのはどう。何それ。財宝を独り占めさ。おい、やめろお前、初日から。んどうしたの。いやほら、なんでもないよ。太陽も何も言わねえじゃん。いや、こんな冷めることある。DJ アキのファンキー。あ、もうランタトラウマになるわこんな。あー、でも確かに今作のランタめっちゃなんかお調子者だな。今までのランタ初日はなんかさ、ドギマギしてたもんな、ずっと。おばちゃん、おばちゃん。え、なにそれ。え、なんか、なにそのピンクの。あ、どう、ここんち変な人ばっかし。ピンクの何。そうでしょ、ノアは大阪の美大に入ったら少しは落ち着くかと思ってたんだけど、ノア全然変わんなかったのよね。あ、姉ちゃんのこと。私たちも未だに子供扱いしてるし。え、ノアちゃんっていうの。おばちゃん、今アイス食べてなかった。え、気のせい気のせい。あ、これアイスか。いや、めっちゃ食べてるじゃんアイス。いや、なんで隠すんだよ。いや、食わせてやれよランタにも。いや、おばちゃん。めっちゃアイス独り占めするじゃん。あ、でも自分用のやつなのかなこれ。子供にあげる用じゃないのかも。え、てか姉ちゃん大学生ってことじゃん、大阪の美大って。あ、マジ、めっちゃお姉さんじゃん大学生。え、風呂入れるかな。ちょ、風呂入ろうぜランタ。あ、おじちゃんいる。男の子と風呂に入るのは久しぶりだな。あ、気まず、俺だったらめっちゃ気まずいわこれ。太陽が小さい頃はほとんど全部マコが入れてたんだ。マコ、マコって誰。おばちゃんじゃない。おばちゃんのことさ。太陽やノアのお母ちゃん。いや、ノア、ノアって名前めっちゃ可愛くね。あ、あ、締め出された。そんで、あ、歯磨きしよう、歯磨きしよう。今めちゃくちゃカレーくせんだから、どうせお前。ノア姉ちゃんに嫌われないように歯磨きしようぜ。初日からすげえ歯磨くなって思われてる。よーし、歯磨きカレンダー、オッケー。これはあれかな、ラジオ体操の代わりとかなのかな。ラジオ体操もあんのかね、ちゃんと。どうしようかな。ここなんだ、この襖は。何、かなり古めかしいとの押し入れだ。なんだか怖くて開けられない。おー、確かに仏壇の真横だしな。ちょっと怖いな。この家のこういうところ嫌だな。おい。
まあわかるけどね、古い家怖いよな、子供の時薄暗い感じがな。わかるけど、てかこの声は何、テレビどっから聞こえてんだ。お、誰もいない。いやめっちゃ部屋飾るな。あ、犬がいる。犬と遊ぼうぜ。 R ボタンで虫編み。あ、虫編み、おお、虫編みは持ってきたのか。お前ニューだ、よし。瀬戸内のニューは生きがいと聞くぜ。おお、大名セセリ、ちっちゃい。てか隙間から出るだろう、大きさ的に。あ、書いてる、すげえ。その場でおじちゃんちの前、大名セセリ、うまいな。犬、おい、やめろ。動物の森でよく見るやつ、やめろ。こんにちは、君はなんて名前。いや答えねえだろ。日本語で返されたら怖いな。犬小屋の入り口の上に犬の名前が書いてあった。お、君の名前は、ウルトラ。ウルトラ、あ、めっちゃかっけえ名前。私はねえ、僕とどこかで会ったことあったっけ。え、ウルトラ。おじの家の犬が小さい頃仲が良かった近所の黒犬に似ていることに気がついた。あ、そうなんだ。あの犬名前なんて言ったっけな。近所の犬、確か大きさはもっと大きかったかもしれないけど、色はこの犬と同じ真っ黒で、いつの間にか死んでいなくなって、お墓があるのかないのかさえ私は覚えていなかった。あー、いやでもそういうのあるな。なんか近所の犬がある日突然いなくなるみたいなのあったな、子供の時ね。でも別にその家の人と仲良くないからわかんないみたいなさ、確かにあったな、そういうの。あ、おばあちゃんだ。あ、ここばあちゃんの部屋なの。ばあちゃん、ばあちゃん、あっちの家の人はみんな元気かい。いや、俺は知らん、うん、元気だよ。あ、そうなんだ。そうかい、かよちゃんはまだ忙しいのかい。かよちゃん、かよちゃんってうちの母じゃないよ。え、だから母って、間違ったかね。あーにゃこ。え、ちょっとばあちゃん、かよって誰なの結局。ばあちゃん。じゃあばあちゃんのもの。もうこの年になると何でもこんがらがるんだよ。あ、そうなんだ。勢いよく45度傾くの。ちょっとそれちょっと面白いな。膝にモーターついてんの、ばあちゃん。そのスライド好きだな、俺、ばあちゃん。じゃあ姉ちゃん、姉ちゃんと太陽、どうせ自分の部屋いいんだろう。太陽来たで。お、あ、布団敷いてある。誰、ありがとう。ねえ、ここの島の子たちはみんなどこに集まって遊んでるの。ああ、集まる場所なんてねえよ。え、なんでそんな言い方するんだよ。なんで半笑いなんだよ。子供が集まる場所なんてねえよ。え、何？何？こってなったよ。なんでどう思ってんだ。どういうこと？聞いちゃダメだったのかな、もしかして。あ、そういう秘密の場所があるってことか。聞いてください。それありうるの。あ、姉ちゃん、姉ちゃん漫画描いてんの、もしかして。美大って言ってたよな、漫画家志望。ねえ、なんでお姉ちゃんは漫画姉ちゃんなの。ねえ、確かうちの母上が最初に言い出したんだよ。あ、そうなんだ。私が漫画ばっかり読んでたから。ま、大阪の美大入ってからは私もちょっぴり落ち着いたから、今では完璧に大人扱いしてくれるけどね。え、本当？あれ、おばちゃんはお姉ちゃんは未だに子供だって言ってたよ。言ってたな。何それ。あ、終わった。いや、漫画家志望ってわけじゃないのかな、漫画が好きなだけで。ま、大阪の美大、あ、同じこと言ってる。へえ、あ、じゃあ大阪の大学から今帰省してるってことか、夏休みで。そういうことね。いや、漫画姉ちゃんマジで親近感湧くな。漫画好きなのもそうだし、だらしないのもそうだし。部屋で一人で食うのはなんでなんだろう。なんか理由あんのかな。なんかやることがあるって言ってたけどな、おじちゃんは。なんかやってんだろうな。あ、おじちゃん現れてる、突然。いい風呂だった。あ、夏はやっぱこうじゃないか。あ、そうか、風呂か。おじちゃんってどんなお仕事なの。え、俺宇宙戦艦作ってる。しょうもね。なんだそれ。船さ、造船所。あ、そうだ、興味があったら毎晩来る。かっけえ、船作ってんの。おじちゃんの仕事の話少しずつ聞かせてやる。え、マジかよ。おじちゃんの船作りの話聞きて。僕じゃない、誰かに相談した方がいいな。
興味があったら、ああ、え、かっけえ、造船所。へえ、職人なのかな。あ、ばあちゃんが参ってるわ。ばあちゃん。何枚だ何枚だ千枚だ百枚だもっとくれあげないよ。この家のやつめっちゃふざけるじゃん。多分おじちゃんのお母さんなの。おや、いい子だね。あ、なあ、一緒に夜のお勤めをやってくれるのか。いや、偉いな、ロンタ。うん、僕ん、お線香の匂い大好き、おばあちゃん大好き、お供え物食わせろ。あーいや、でもこのランタは左じゃねえか。いや、これ狙いじゃね。いや、真ん中右。いやー、だってそんなさ、今日出会ったばっかのばあちゃんそんな大好きなんねえだろう。いや、絶対これじゃん、消去法で。いや、もう正直に行こうぜ、ここは。お供え物食べたいって。そうかい、そうかい。やっぱりいい子だね。あ、本当に。そうだ、今日からおばあちゃんがここでこの家のご先祖様のお話をしてあげるから。いや、なんで毎晩お勤めを手伝いにおいで。いや、なんかはぐらかされてねえか。なんでいい子だねっつったの。正直に言ったからかな、ばあちゃん。あ、同じこと言ってる。いや、まあ初日からお供え物食うのだいぶずうずうしいけどさ。これじいちゃんの仏壇なのかな。おばちゃんまだアイス食ってる。ちょっと、いや、おばちゃんこれ2本目だろ絶対。消費量がおかしくねえか。アイス好きなんだな。え、ちょっと外行ってみる。外、外行けっかな。いや、だってまだ今日家の中しか探検してないもんな。外行ってみよう。お、いける。あ、誰かいる、誰かいる。お隣さん？誰かいるぞ。こんにちは。おー、キッズがいる。キッズとなんか、タンクトップ野郎がいる。いや、いらっしゃい。吉田商店。初めて見る顔だね。どこの子だい？商店が喋ってる。隣の家に遊びに来た。豪華客船で世界一周、昇進旅行でさまよい歩いた。いや、別にどれでもいいよ。左二つしょうもねえよマジで。どれだ。一番左行ってみるか。僕、昇進旅行で日本中をさまよい歩いたんだ。どこで覚えたんだ。意味わかんねえで言ってんだろ。なあ、こいつアホなんです。うちの店のコロッケおにぎりは栄養満点で、夏バテ防止にはぴったりだ。何の話。以後ごひいきにな。あ、営業された。買い物をする。あ、買い物できんの。おお、80円持ってる。コロッケ、ジェットサイダー、女性高っ。プラスチック水500円。あ、高え。え、すげえ。でもプラスチック水槽って何。わあ、でもおにぎりとかコロッケとかいいな。めっちゃうまそうだな。この時間に食うのすげえうめえだろうな。わあ、金貯めてたら来ます。え、てか金ってどうやって稼ぐんだろう本作。僕ちゃん、毎日遊びに来てもいいぞ。え、お金ってどうやってもらうんすか。おじちゃんの財布か。悪ガキすぎる。じゃあ、お兄ちゃんが泳いでジュニア、あっくんが怒ったママに海に捨てられちゃったもんけし全部拾ってくればいいや。関西弁だし。お前、俺があんまり泳げないの知ってて言ってるだろう。何、ね、何の話。いきなりだけど、お前誰。いや、ランタです。僕は僕。ランタって言えよ。僕はジュニア。いや、誰の兄弟なんだ。そこんとこよろしく。あ、そうなんだ。いや、誰のジュニア。あ、タンクトップ一家。ここそういうことか。なるほどね。吉田商店の子かぽいな。全員同じ服だもん。おお、すげえ。なんだこれ。ドンキホーテみたい。圧迫陳列。田舎のドンキホーテだ。釘10本20円。高いのか安いのか分かんない。こっちは、ああ、なんだこれ。キテレツ大百科の終わる時みたい。ここどこ。あ、眠くなってる、ランタ。あー、もうゴリゴリなりー。あー、連れ戻された。さあ、僕くん、絵日記書いてさっさと寝ようね。はーい、うん、おばちゃん、おやすみ。太陽もう寝とるわ。てか布団かけてあげて、太陽に。思いっきり掛け布団の上で寝てるんだけど。わー、初日終わったー。いやー、僕夏だなー。僕夏やってるなーって感じの。あの犬の名前はなんだっけ。え、犬を家来にした僕の地球征服のポエム。だいぶ変わるな。ないよ。あ、じゃあ地球征服にしとけ。いや、名前あれだ、ウルトラだろ。
めちゃくちゃ覚えやすい名前じゃないか、ウルトラ。誰がつけたんだろうな。お、まだ書く。チーンって。あー、夜のお勤めね。はいはい。え、ポエムは？夜のお勤めを手伝った。毎晩続ければお小遣いをくれ。いや、ポエムじゃねえよな。いや、ポエム書けよ、ちゃんと、お前。これ、ポエムじゃねえだろ。お前のただの裏の企みじゃねえか。あ、なるほど。ばあちゃんからお小遣いもらえんのか？お参りしたら。誰？あ、吉田商店。はいはいはい。タンクトップだ。元気なおっさん、こんにちは。僕の家来が、こいつマジで。あらゆるおっさんを見下してるな。あの、最初に出会ったおっさんも舐めた口聞いてたよな。え、あれがこの吉田商店のおっさんだったのかな。いや、まあいいや。はい、じゃあおやすみ。お、あ、あの曲じゃない、今回は。いや、確かにランタの性格だいぶ違うな、今作。面白いな。すげえクソガキになってるな、ランタが。いやー、始まった。よし、というわけで、じゃあ今年もやっていきますか、僕の夏休み。